はい、私たちは青毛バトと、はい、はい、今歌いましたけれども、なんかありますか、エピソードは。私は小学校と中学校で青毛バトと塩を卒業式に歌いました。もうその時に、あの、難しい昔の言葉なんだけど、その意味を一つ一つ調べて歌った時に、本当に毎回号泣をしながら歌ったっていう思い出がある曲です。バカちゃんはなんでこの曲をリクエストしましたか？私は逆に小学生の時に卒業する先輩方がこれを歌ってて、意味もわからないのにすごいいい曲だなって思ったんですけど、自分がいざ卒業生になった時にこの歌が歌えなかったんですよ。別の歌に変わってしまって、そうだからずっと憧れのまま、はい、来てて、今日はようやく歌いました。あ、よかったです。聞きどころは、いつも1番と3番しか歌わないような歌なんですけれど、今回はフルコーラス1番、2番、3番と歌います。難しい言葉なんですけれど、今の若い人たちにもこの素敵な歌をぜひ歌ってもらいたいと思います。